第1試合はウィズフロンティアーズのキックオフ、野島相模原ライズのレシーブでフットボールが始まります。野島相模原ライズのキックリターンは自陣の1ヤードから始まりました。20ヤードラインを越えて23か24ヤードまでゲインしています。リターンしています。ただマーカーがサイドラインに落ちていますが、プレー終了後の反則がありました。パーソナルファール、レイトヒット、富士通41番、ボールデッドの視点より15ヤード抜退して野島相模原ファーストダウンです。リターナーの財津博明がサイドラインの外に出た後のヒットがありました。24ヤードまでリターン、そこからプラス15、39ヤードまでボールが進みます。野島相模原ライズ自陣39ヤードファーストダウン。ファーストダウンの富士通の守備、13番の平井元幸が右手1本でクォーターバックを仕留めました。32ヤードまで7ヤードを下がっています。セカンドダウン残り17ヤード1オーバーです。1番の中田へのパス、中田がこれを浮かしてしまいました。それをキャッチしたのが5番、青木雄二、インターセプトです。ウィッツフロンティアーズ敵陣39ヤードでファーストダウン。18番紳士の左サイドのランプレー、ボールはほとんど動いていません。ノーゲインでセカンドダウン10。クォーターバック平本のスクランブルラン、35ヤードラインを超えましたが、審判は35ヤードで手を挙げています。ゲインは35ヤードまでの4ヤード、サードダウン、ファーストダウンまで残り6ヤードになります。
パス成功。ターゲットは81番中村照明クラーク、ディフェンダーは21番石黒隆也。この後も赤の81対白の21のマッチアップ、お楽しみください。ホスター。チームタイムは野島さん、梅原、1回目。守備の野島相模原がここで前半1回目のタイムアウトを取ります。フォースダウン、19番吉田のパントは誰にも触れずにエンドゾーンに入りました。タッチバック。次は20ヤードから野島相模原のオフェンスとなります。今のエース2番の宮古、左サイドのランプレー、20ヤードラインから3ヤードゲインしています。23ヤード、セカンドダウン7。宮古の前にいるフルバックのダイブプレーです。34番、堤がボールキャリア。このプレーで25ヤードまで2ヤードゲイン。サードダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。右にスペースが空いているのを見つけたクォーターバック木下がファーストダウンを目指して走り出しましたが、前には 120% 強い45番鈴木がスピード豊かにクォーターバックを仕留めました。ファーストダウン許さず、フォースダウン7です。パントリターナー22番、吉本純平はフェアキャッチをシグナルしました。自陣46ヤードでキャッチです。野島は最初がパスインターセプション、2度目が3ダウンアウト。富士通も最初が3ダウンアウト、守備に勝った展開で2度目の富士通の攻撃です。
右へのランの流れを作っておいて左サイド4番吉本新平へのパス成功、新平へのパス成功。セカンドアンセブン、今度は右サイドにセットしていた新平が左中央へ出てきました。パスは投げられましたが成功せず、続いて49ヤードからサードダウン7、サードダウン7、サードダウンロングでランプレーを選択しました宇治2フロンティアーズ。28番紳士が7ヤード以上ゲイン、一気に敵陣の38ヤードまで入り込みました。ファーストダウン、右サイドへ29番ジノ・ゴードンのランプレー、30ヤードまでゲインはしていますがファールマーカーが37ヤード付近に落ちています。イリガルモーション、富士通4番、プレビアスポットより5ヤード抜体してパスダウンを繰り返します。ことして38ヤードから5ヤード下がります。43ヤードにボールが置かれてファーストダウン、残り15ヤード、81番中村照明のスラントパターンのパス成功、敵陣29ヤードで富士通フロンティアーズファーストダウン。29番ジノ・ゴードン中央を突破、10ヤード以上をゲインしています。富士通フロンティアーズ敵陣の20ヤードまで進んでセカンドダウン、ファーストダウンまで残り1ヤード、パス不成功、ファールマーカーが出ています。反則がありました。ホーディング富士通89番、プレビアスポットより10ヤード抜体してセカンドダウンを繰り返します。野島の9番トゥファーが65番、ラッシュしてクォーターバックにプレッシャーをかけていました。ホールディングがあって10ヤードの抜体、30ヤードにボールが置かれました。セカンドダウン繰り返されます。ファーストダウンまでは残り11ヤード、29番ジノ・ゴードンのランプレー、そしてファールマーカーが出ています。
オフサイド野島相模原5ヤードバッターしてセカンドダウン繰り返します。ボールはスナップされた時、野島相模原ライズの選手がニュートラルゾーンに入り込んでいました。ランプレーがドカンと出たらそちらを生かすんですが、5ヤードしか進んでいませんので反則を選択しました。セカンドダウン11からセカンドダウン6に変わります。フィールドポジションは敵陣の25ヤードライン。最初からドロップバックしてのパスです。4番の新平へのパス成功。左サイドのコーナーバックは石黒、タックル決まらず、そのまま吉本は6ヤードまで進みました。フェイズフロンティアーズ敵陣の6ヤードでファーストダウン、ゴールトゥーゴー。29番ジノー・ゴードンのインサイドのランプレー、一番進んだところ、相手とコンタクトして一番進んだところでのボールの位置が次のフィールドポジションになります。3ヤードにボールが置かれました。ゲイン3ヤードセカンドダウン、ボールトゥーゴー。タッチダウン。ウィツーはエンプティー、ランニングバックのいないフォーメーションかつクォーターバックが平本から19番吉田に代わって吉田のランプレーでタッチダウンを記録しました。5ヤードのラッシングタッチダウン、6対0。西村のキックによるトライ成功。クイズフロンティアーズ7対0、野島相模原ライズをリードしました。第1クォーター、ちょうど7分30秒、ちょうど半分経過したところであります。野島相模原ライズ、またまた11番のリターナー財津弘明のビッグリターンです。最初は1ヤードから、今度は3ヤードからで一気に敵陣の41ヤードまで移管しています。2番山子のインサイドのランプレーは敵陣35ヤードまで6ヤードゲイン、セカンドダウン4。
レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。イリガルフォーメーション野島相模原バックスが5人いました。5ヤード抜体してセカンドダウンを繰り返します。セカンドダウン4から5ヤードの抜体ですからセカンドダウン9に変わります。41ヤードにボールが置かれました。失礼、40ヤードにボールが置かれました。クォーターバックからランニングバックへ、ランニングバックから再びクォーターバックへ、伸びがぴょんぴょん跳ねるように見えるのでフリーフリッカーと呼ばれて、そこからクォーターバックがパスを投げようというプレーでしたが投げられませんでした。奥に入り込んで走り込んでいたのは81番のレシーバー井上茂明、ただしカバーされていました。でクォーターバックが捕まってしまってサードダウン11。今度はスクリメージラインの先へ抜け出て待っていた宮古へのパス成功。ラーターキャッチで宮古は31ヤードラインを目指しました。見事にファーストダウンを獲得しています。宮古の左アウトサイドのランプレー、25ヤードラインを超えましたか、25ヤードラインまでゲインしました。26ヤードでセカンドダウン5。右サイドに出たランニングバック32番金子へのパス成功しましたが、45番鈴木がこれをタックル、ロングゲインは許しませんでした。
ノーゲイン。サードダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。井上茂明のパス不成功。フォースダウン。43ヤードのフィールドゴール成功。3点を返しました野島相模原ライズ、3対7としています。野島の井出沢と富士通の西村の、キック合戦。そして富士通のジノゴードン29番と野島の2番宮古の、ラッシング合戦、大いにお楽しみください。富士通フロンティアーズのビッグリターンはありましたが、エンドゾーン目前でこれをファンブル。そのボールをリカバーしたのは野島相模原ライズ。野島相模原ライズの攻撃となります。2ヤードラインからのファーストダウン。2番宮古のインサイドのランプレー、1ヤードゲインしました。セカンドライン。宮古のインサイドランプレー。タイトエンド8番寺島以下、攻撃ラインは頑張りました。9ヤードまで。このプレーで6ヤードゲイン。サードダウン、ファーストダウンまで残り3ヤード。ランニングバック2番宮古のランプレーです。ファーストダウンを獲得しました野島相模原ライズ。自陣2ヤードからの攻撃で13ヤードまで進んでファーストダウン。
続けて右サイドのランプレーです。4回続けてエースランニングバック宮古がボールを待ちます。15ヤードまでゲイン。セカンドダウン8。今度はやっと井上茂明のパスが通りました。3度目の正直。ファーストダウン。自陣の32ヤードか33ヤードまでゲインしています。4回連続ランニングバットしてもっキャリーした宮古がワンプレー置いて今度はパスレシーバーになりました。ラフターキャッチスピードで相手を圧倒して42ヤードまで。9ヤードのゲイン。セカンドダウン1。そして仕上げも2番の宮古でファーストダウンを獲得しました。46ヤードライン。チームタイムアウト富士通1回目。ラインバッカーの5番の青木副将が、タイムアウトをコールしました。セカンダー、ファーストダウン。縦に上がって外へカットを踏んだ80番のレシーバー石川圭一へ。木下からのパスが成功しました。このプレーでもファーストダウンを獲得。野島相模原ライズ。クォータータイム。第1クォーターの終了です。第1クォーター終了。7対3。富士通フロンティアーズ野島相模原ライズをリードしています。
ファンブルがありましたが、リカバーしたのは野島相模原。リカバーの地点でセカンドダウンです。なお野島58番ヘルメットが脱げました。次のプレーはルールに従って出れません。リカバーした58番一条新平サイドラインに出ます。トーマツのランプレーで敵陣の30ヤードまで、セカンドダウン残り1ヤード。セカンドダウン1でエースの宮古をランプレーですが、外から入り込んだ鈴木に捕まってロスしています。31ヤードに下がってサードダウン2。セカンドダウン1、サードダウン2、エースの宮古が持ちましたが、サードダウンは51番富士通フロンティア芹沢貴文がコンテインして進路を防ぎました。さらに下がって33ヤードでフォースダウン、残り4ヤード。峰沢慎の50ヤードのフィールドゴールは右に外れました。セカンドワンから失った3ヤードが大きく響いたものと思われます。33ヤードからのフィールドゴールの失敗ですから、そのまま33ヤードで富士通が攻撃を行います。ファーストダウン、左へのランプレーのフローは作っていたんですが、81番右中村テリアクラークへのパス成功も野島の守備がしっかり対応して36ヤードでストップ。サードダウンの3ヤードのゲインでセカンドダウン7。4番平本新平のパス成功、サードダウン。ファールマーカーが出ています。秋山へのパス、北村が対応しましたがファールマーカーです。パスインターフェランス、野島相模原22番、反則地点より富士通のパスダウンになります。カバーした22番河合主体のパスインターフェランスの反則、その反則地点で富士通フロンティアーズにファーストダウンが与えられます。自陣46ヤードライン。
右をついて止まって、そこから今度は左へというパワフルなランプレーでした。46ヤードラインセカンドダウン10。クイックヒッチという外側への早いタイミングのパスプレー。パスは吉本純平に早めに渡りましたが、野島の守備もすぐに上がってきて、吉本は47ヤードまでのゲイン。サードダウン、ファーストダウンまで残り9ヤード。30番、今唯一のランプレー。敵陣に入って49ヤードまで進みましたが、ファーストダウンには届きません。フォースダウン。フェアキャッチのシグナルをしたパントリターナー野島、ファンブルをして、今度はリカバーをしたのが富士通フロンティアーズ。みんなからポンポンヘルメット叩かれているのは1番の京誠偉。敵陣の20ヤードでボールを獲得しました。富士通ファーストダウン。1番のランニングバックシーシー、右サイドをつきました。15ヤードまでゲイン、5ヤードゲインしてセカンドダウン5。20番高野橋啓太の15ヤードのラッシングタッチダウンであります。西村のキックによるトライ成功、14対3と富士通フロンティアーズが相手のミスを得点に生かして7点を挙げました。
野島相模原のキックリターンは自陣8ヤードから22か3でストップしました。23ヤードまででストップしています。ドイツ、フロンティアーズ22番吉本新平が真っ先に大前にコンタクトしてスローダウンさせました。23ヤードで野島のファーストダウン。今宮古の左サイドのランプレー、それを34番井田素早く上がってタックルを決めています。1ヤードロス、セカンドダウン11。今度はフルバックのランプレーです。32番金子康則、24ヤードまでボールが進んで、このプレーでは2ヤードゲイン、サードダウン9。ゆっくりと外側に開いていった2番宮古へのスイングパターンのパスです。ランニングバック宮古はランアフターキャッチをしっかり走って34ヤードまでゲイン、ファーストダウン。木下投げるタイミングが遅くなると富士通の守備を襲いかかります。一回抜いた相手でしたが、また後ろから追いつかれました。97番ディフェンスライン岩隈、33ヤードラインでセカンドダウン11。非常に早いタイミングのパス成功、50ヤードまでゲインしています。レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウトです。クォーターでもビッグプレーがあった石川へのパスです。一気に50ヤードラインでファーストダウン。クォーターバック木下のスクランブルラン、40ヤードを目指しました。届いたかどうか、届いていません。したがって41ヤードでセカンドダウン1と変わります。
先ほどはセカンドダウン1、サードダウン2を逃した野島相模原ライズ、今度は、その失敗は犯さず一気に32ヤードまで進んでファーストダウン。クォーターバック木下正人を続けて、走っています。スクランブルに出る、判断はすこぶる早いプレーでした。一気に20ヤードラインを超えて19ヤードまで、このプレーだけで13ヤードを稼いでファーストダウン。左サイドを超重くしたアンバランスのフォーメーションからのパワープレーでしたが、力勝負はノーゲイン。セカンドダウン10、19ヤードライン。チームタイムアウト野島相模原2回目。攻撃の野島相模原2回目のタイムアウトです。前半残りは4分46秒。キッカーとしても活躍する16番の井出沢、少し戻ってきてパスをキャッチして、それから15ヤードラインを目指しました。4ヤードゲイン、サードダウン、ファーストまで残り6ヤード。ウォーターバック木下下がりながら2番の宮古に投げようとした気配ですが、それを叩き落とされました。パス成功、フォースダウン。
16番井手澤32ヤードのフィールドゴール成功。野島さん網原ライズ6対14、8点差としました。前半第2クォーターはまだ残り3分53秒、4分弱ありますが、ここまでのところ富士通が7点取って野島が3点取って、富士通が7点取って野島が3点取ってという展開になっています。富士通フロンティアーズのキックリターンは20ヤードからです。吉本、順平の22番、順平のリターン20ヤードから38ヤードまで、18ヤードのリターンでした。富士通自陣38ヤードでファーストダウン、残り時間3分47秒。右へロールアウトした平本、それに合わせて中村照明クラークも左から右へ、ぴったりタイミングがあってパス成功。敵陣の野島の49ヤードまでゲインしました。13ヤードのゲインでファーストダウン。パスインターセプション、パスインターセプション。より奥へ投げようとしていたパスを13番野島相模原ライズラインバッカー綾部陽平がインターセプト。39ヤードラインでインターセプト、46ヤードまでリターンしています。残り3分15秒、タイムアウト1回を持った野島相模原ライズがファーストダウン。宮古の左サイドのランプレーでした。最初にコンタクトした富士通フロンティアーズの守備選手は59番古木亮。1ヤードのゲイン、47ヤードでセカンドダウンライン。チェックスルーでスクリメンジラインを抜けて出ていった2番ランニングバック宮古へのパスです。このプレーで44ヤードの内側に入りました。ファーストダウン。43ヤードライン。野島さん網原、58番のヘルメットが脱げました。ルールに従って次のプレーは出れません。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。
敵陣43ヤードでファーストダウン。タッチダウンにはなっていませんが、1ヤードラインのところでパス成功、デッドという判定です。タイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。 NF ヨーロッパへも行った88番大滝裕二へのロングパスが決まりました。敵陣の1ヤードでファーストダウンとなります。富士通は自陣1ヤードでファーストダウンの守りです。タッチダウン。テールバック2番宮古、レフリー両手が上がりました。タッチダウン。この時点で12対14と2点差になります。16番が出ているか5番が出ているか、同点を目指します。野島相模原ライズ、右へのランプレーのフォローを作っておいて、左へスローバック、ハイトエンドで頑張っている89番東信也へのパスが決まって2ポイントのトライ成功。14対14、野島相模原ライズは同点に追いつきました。陽平のインターセプトから生まれたチャンスでありました。22番吉本新平のデンジャラスなキックリターンですが、32ヤードで止まりました。残り時間1分35秒、富士通は32ヤードラインでファーストダウン。富士通はタイムアウトをまだ2つ持っています。
9番のトゥイカ・トワーガに追いかけられましたが、それをかわした平本、右へ流れてきた秋山武史へのパス成功。47ヤードまで15ヤードのパスでファーストダウン。続けて17番秋山へのパス成功。敵陣の48ヤードまでゲインしています。5ヤードのゲイン。ファーストダウン、セカンドファイブ。またまた秋山へというパスでした。ダブルカバーで21番石黒貴也、47番桜井康介も下がっていました。サードダウンファイブ。連続4回秋山に投げました。秋山キャッチしてちょうどファーストダウンを獲得するポジションです。ノーハドルで進みます。敵陣42ヤード。そしてまた秋山、5回連続投げてそのうち4回が成功。35ヤードまで残り2分を切ってますから、外へ出ればゲームクロックが止まっています。チームタイムアウト富士通2回目。35ヤードでサードダウン。ファーストダウンまで残り3ヤード。残り60秒。秋山へのパス成功。30ヤードラインまで入り込んで、プレーが生きればファーストダウンですが、反則がありました。パーソナルファー、ラフィングザパーサー、野島相模原47番。ボールネットの地点よりゴールの半分の距離を罰則して、富士通ファーストダウンです。パスが成功。30ヤードまで進んでいました。10ヤードのペナルティは30ヤードからはハーフディスタンスの表現になりますが、ちょうど30ヤードですので、15進んで30の内側です。14ヤードまで進みました。 V2 フロンティアーズ敵陣14ヤードでファーストダウン。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。
後藤圭のインサイドのランプレー、12ヤード決まっています。セカンドダウン8。チームタイムアウト、富士通。3回目。富士通フロンティアーズはフィールドゴールを行うためにじっと時計が進むのを待ってタイムアウトをコールしました。残り4秒。12ヤードにボールが置かれていますから、39ヤードのフィールドゴールアテンプトとなります。西村の29ヤードのフィールドゴールアテンプトは成功しました。3点を追加、17対14。ウィッフロンティアレフリータイムアウト、視聴者のためのタイムアウトです。なお、ただいまのプレーで前半は終了しました。たまたま1秒で止まっていましたが、時計は回り切ったとレフリーが判断しています。17対14、3点差。富士通フロンティアーズが野島相模原ライズをリードしてハーフタイムであります。Thank you.